プラハは、チェコ共和国の首都であり、同国最大の都市。中央ヨーロッパ有数の世界都市。人口は、約120万人。北緯50度02分、統計14度45分に位置する。ドイツ語ではプログ、マジャル語ではプロガ、英語ではプラハと呼ばれる。漢字表記は、布ヘシャゲ角。プラーグ、フラーグとも、市内中心部をブルタバ川が流れる。 古い街並み、建物が数多く現存しており、毎年海外から多くの観光客が訪れる。カレル大学は中央最古の大学である。戦闘が多くあることから、百頭のプラハとも呼ばれる。ティコブラーエが天体観測を行った天文塔もその一つである。市内には、ヤンフスが説教を行ったベツレヘム礼拝堂などがある。ウィーによりも、 はるかにドイツ寄りに位置し、ボヘミア王を兼ねたドイツ人が神聖ローマ帝国皇帝を務め、この地を首都にドイツ民族にいただかれていた時期もあることから、独自のスラブ文化と合わせて一種の国際性も古くから備えた都市となっている。1493年頃のプラハ1900年頃のプラハ国民劇場6世紀後半にスラブ民族により、 ウルタバ川下畔に集落が形成された。9世紀後半には、プラハ城、10世紀頃に、ビシェフラト城が建てられ、領城に挟まれた。この地に、町が発達した。973年に、キリスト教の司教座が置かれると、ユダヤ人の入植が始まった。しかし、プラハは度重なる戦火に巻き込まれ、荒廃してしまう。1346年に、 ボヘミアをカレル一世が神聖ローマ帝国の皇帝に選ばれ、カレル四世となると、神聖ローマ帝国の首都は、プラハに移され、プラハ城の拡張や、中央発の大学、カレル大学の創立、カレル教の建設とブルタバ川東岸市街地の整備、などの都市開発が行われ、ローマやコンスタンティノープルと並ぶ、ヨーロッパ最大の都市にまで、急速に発展。 黄金のプラハと形容されるほどだった。ブルタバ側にかかるカレル教徒プラハ城時代国王、バーツラフ4世の知性、ヤンフスによるローマ教皇庁への抗議が行われ、1415年にフスが家計にされるとフス派によってフス戦争が勃発、ローマ教皇の十字軍を破るが、15世紀後半にハプスブルク家のアルブレヒト2世がボヘミア王になるとフス派は、 その支配下に入った。16世紀後半、ルドルフ2世の知性になると、芸術や科学を愛する王のもと、プラハに芸術家、錬金術師、先生術師などが集められ、プラハはヨーロッパの文化の中心都市として映画を極めた。しかし、1618年にプラハ城で起きたプラハ総外道的事件を皮切りに、ビーラー・ホラの戦いが勃発し、30年戦争に、 発展。1648年、カトリックの最後の画像だったプラハは、スウェーデン軍に包囲されるが、ベストファーレン条約が締結され、戦争は終結した。しかし、王宮はウィーンに移転され、プラハは人口が激減する。また、チェコ語の使用禁止や、宗教弾圧や文化弾圧などを受け、チェコは独自の文化を失い、2世紀以上にわたって、 暗黒の時代と言われる、チェコ民族文化の空白時代を迎えることとなる。聖ニコラスの教会一方で、1784年に4つの市議会に分かれていたプラハは、1つの市議会に統合された。その4区とは、フラッチャにマラ・ストラナ、スタレー・ムニエスト、ノベー・ムニエストである。1848年に5区として、ユダヤ人街が編入され、 皇帝ヨーゼフ2世にちなんで、ヨゼフォフと名付けられた。20世紀初め、スラム化が一層進んだために大規模に再開発された。ユダヤ人墓地、シナゴーク、ユダヤ集会所などがある。さらに町は1883年に、ビシェフラと1850年に、有名なユダヤ教徒コミュニティのヨゼフォフの併合をし、さらなる拡大をする。カレル教世紀末。 フランス革命やドイツロマン主義に影響を受けた知識人らによって再び民族独立の動きが強まる。1848年にはプラハ市民によるオーストリアに対する放棄が起こるが失敗した。第一次世界大戦終結後の1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が解体し、チェコスロバキア共和国が成立するとプラハ城に大統領府が置かれ、 首都となった。1922年初頭に37の自治体を合併し、人口は67万6千人となった。しかし1938年にアドルフ・ヒトラー率いるドイツ軍によって占領され、チェコスロバキアは解体されてしまった。第二次世界大戦中はここに居住していたユダヤ人約5万人がドイツ人によって殺害された。しかし、プラハは 他の東欧中央の都市のような大規模な戦火にさらされることはなかった。ただし一部で被害はやはり被っており、1945年2月14日にはドイツ軍に対してアメリカ軍爆撃機60機による重毯爆撃が行われて1800人を超える死傷者が出、また数百の家屋や歴史的建造物が損なわれた。赤軍時には 旧市街広場にある天文時計で有名なスタレームニエスト旧市庁舎の建物の一部が1945年5月7日から8日にかけてのドイツ軍装甲車両や降射砲の砲撃の被害を受け未だに一部が失われたままである。第二次大戦後は社会主義国チェコスロバキアの首都となった。1968年にはプラハの春と呼ばれる改革運動が起こるが ワルシャワ条約機構軍の侵攻を受け、改革派は弾圧された。しかし、1989年のビロード革命により、共産党政権は崩壊。1993年にチェコとスロバキアが分離すると、チェコの首都となった。1995年には、アール・ヌーボータウンの一角に腰をくねらせたように、鉄筋とガラスの超モダンビルが出現した。2002年に、 ドイツ東部からチェコを襲った水害では、ブルタバ川が氾濫し、後半に床上浸水し、市の地下鉄が数ヶ月にわたって停止するなどの大きな被害を受けた。プラハは、千年以上の歴史を持つ都市であり、第一次、第二次世界大戦の被害にも、また、その後の資本主義の高度経済成長にも、巻き込まれなかったことで、ロマネスク建築から近代建築まで、 各時代の建築様式が並ぶヨーロッパの建築博物館の街になりユネスコの世界遺産にも登録されている。また2009年4月5日、米、オバマ大統領によるプラハ演説が行われた地としても知られる。2020年1月14日に上海市が声明でプラハと友好都市関係を抹消した。プラハが13日に台北市と 友好都市関係を結んだのを受けたとみられている。上海市は声明で中国の内政に強引に干渉し、一つの中国の原則に公然と挑戦していると批判した。プラハのパノラマ整備と大聖堂プラハの行政区画プラハ市の地区名と地名対象表。なお、それぞれの地区に紋章がある。参照、プラハシティディストリクツ A 欠片の気候区分では、 西岸海洋性気候に属する1996年の外国人観光客は4、772万8000人を数え、国際的な観光地として発展している。プラハの橋旧市庁舎の天文時計プラハの町郊外にバーツラフ・ハベルプラハ国際空港があり、フラッグキャリアの CSA チェコ航空のハブ空港として機能している。 格安航空会社のスマートウィングズなども、ハブ空港の一つにしている。近年の観光客の急激な増加により、空港の利用客は非常に大きな伸びを見せており、空港まで地下鉄、鉄道が延伸される計画がある。プラハには、ヨーロッパ各地を結ぶ多くの国際列車が発着し、市内にはトラムや三路線で構成される、プラハ地下鉄が走る。 チェコは1908年創設の国際氷上ホッケー連盟創設時からの加盟国であり、アイスホッケーは国技とも言えるスポーツである。1969年、プラハの春の直後、世界選手権でチェコスロバキアがソ連を破って優勝した時や、1998年、長野オリンピックでロシアを破って金メダルを獲得した時には、プラハの中心部、 バーツラフ広場は、勝利を喜ぶ人の群れに埋め尽くされた。プラハには100年以上の歴史を持つ SK スラビア、プラハとそれに次ぐ古豪のスパルタ・プラハという2つのトップチームがあり、両チームが対戦する、プラハダービーは大変な盛り上がりを見せる。SK スラビア・プラハの本拠地、エデン・スタディオン1880年代、プラハに FA ルールのサッカーが伝わった。 1893年にスポーツクラブのスラビア、プラハがサッカー部門を創設。翌年にはスパルタプラハの前身であるクラルアスレチッククラブが誕生した。その後も1903年にボヘミアンズプラハが1948年には社会主義国特有の陸軍を母体としたクラブチームデュクラプラハが生まれた。スパルタプラハとスラビアプラハの2チームは チェコのサッカーリーグ、チェコ一部リーグの優勝を毎年のように争うライバルであり、両チームが対戦する試合は、プラハダービーとして盛り上がる。プラハは、対戦中の戦果を免れたことから、多様な建築様式が混在しており、住宅に関しても、例外ではない。マラー・ストラナ、スタレー・ムニエスト、ノベエムニエストなどでは4階建て程度の欧州に、一般に見られる、共同住宅が多い。 ヨゼフォフでは地下室のある住宅が多いが、これはブルタバ川の反乱に対抗するために土地を盛り上げてスーパーテーとしたため、それまでの1階が地下室になったものである。郊外では共産党政権時代の共同住宅が多く見られる。チェコ人の一覧も参照。プラハは中世から現代に至るまでのヨーロッパの街並みや宮殿、人建築があること、 西ヨーロッパの比べて物価が安いことなどから映画などのロケ地に使用されることが多い。行政も制作費の20%を還元するインセンティブ制度を導入して内外からのロケの誘致に積極的である。ありがとうございます。